さんこんばんは、ルシファーです。皆さんこんばんは、ゼリーでーす。ということでね、ゼリーがお送りするアンチャーデッド、はい、エルドラドの秘宝、前回の次からやっていきたいと思います。はい。どっかで肩車しろとか入れてたの。うん、そこじゃないの。 そこ手前、その柱、柱、そここれ、そこ柱があるやん、上あるやん。うん、よし、登んな。おい、お前意外と重いんだな。届くか。重いとか言ってる。うん、大丈夫や。ジルとモイラとかでもできんねんか。見たところ古い巻き上げ機のようなロープがある。あなたのところまで下ろすわ。ありがとうございます。何、お前はしごでこっちロープな。トンネルだわ、ここから出られるわよ。お前な、そこはな。あ、いや、落ち着け、エディ。俺だよ。一体何なんだ、これ。ゾンビ？てめえ見てねえのか。うやべえ、来るな、やめろ。囲まれた。おい、ウェンディゴじゃねえの？殺される、俺たちが終わりだ。やめろ。死ね、マティパタタ。マティパタタ。ウェンディゴじゃねえ、これ。やばいやばい。ウェンディゴじゃん。マジかよ。ネイト、今だから言っておく、はい、てめえだけ持てるのが、俺はずっと綺麗だった。俺もだよ、相棒。ぶっぱらそうぜ。戦えと、ウェンディゴと。そんなに強いわけでもないんじゃない。こいつを餌にして。ただ弾とか落とさないっぽいかね。そうやな。ダメ、完全に錆びついてる。びくともしない。早く寄れ、殴るぞお前。いた、いや、殴られてる。まだ行きと、死んじゃうよ。やばいね。おい、エレナ、弾、AK、めっちゃ出てきたで。このウェンディゴの集団。え、うわ、うわ、うわ、ちょ、何やってんの。接近戦いけるかな。あかんやろ。始まった、始まった。多分これ2発か3発もっと死ぬ。遠距離、遠距離、遠距離、遠距離。あいつを盾にしながら遠距離や。もう一度行け。早くしろ。ダメじゃない。オッケー、めっちゃ吹っ飛んだ。ダメじゃないね。テコの原理とかなんかいろいろ使え。そうや。ウェンディゴ来てる、ウェンディゴ来てる。ウェンディゴだっけ。いつの間にかアンティルドーンになってるこれ。ほんまや。うん。どこへ、どこへ、どこへ。後ろ。いた。二発やな。もう最初はもうハンドがまま打ってんじゃん。で、あいつの近所で。全体を見ながら。ダメ、ナイスナイス。完全に錆びついてる、びくともしない。あいつとあんま離れへん方がいいな。うん、もうおしまいだ。うるさいぞアレックスは。おう、ほんまそれよ。おい、エルナ、とりあえず自分の後ろから出てくる可能性もあるから。多分横の穴から出てきてる。うん、正面。お座り。おっ、これ起きた。よし、上がってない。ちょっと遅ない。横
弾がない。オッケー、これで終わりか。いや、この人はここで終わりだと思うな。はい、やっぱり、うん、エディ様、エディ、エディ待ってろ。エディ様、ああ、ウェンディオの餌になってもらう。おいおい、マジでヤバいぜ。エレナ急げ。こっから対魔になると。もうないで。ブキ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 、 AK AK。他の武器探さな。来た。ピンネット。でもあいつも登れるんじゃないの？マジで。うん。できたらお前が巻き上げてくれて一番良かったんじゃないけ？危ない。来た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 。走りながらでも撃てるらしいで。あら、なんかバイオ4のジェットスキーを思い出すね。わからない、全然無事か。めっちゃ死んだここでも、うん、強かったな。大丈夫、これでもう来ないだろ。ネイト、なんだここ何の部屋？知らんがな。知らんがな。さあ、研究所、電気通ってる、うん。行け。ああ、暴れと。なんかクレーンとか操作できたね。う、船、船。なるほど、ジャングルに U ボートがあったわけだ。ネイト来てよ、これ見て。どうしました？見つけたんだ、蔵を空っぽにしたのはこいつらだったんだ。でもこの修道院のマークは何？さあな、一体どういうことだ。今ここに像があるならマジかよ、俺たちの足元だ。これが使えれば下に行けるんじゃない？いやいや、下におるでしょ。おるでしょ。ここの大家さん電気代滞納してんじゃないか。来たず。とりあえずこの発電室に行ければ電気をつけられるはずだな。ここから出る方法を見つけよう。おい、何してる、何してんだ。ここから出られる。何言ってんのこいつは。賢い。まあね。よし、行こう。ごめん、私は行かないわ。なんで？なんだって？ネイト、私には無理よ。化け物が迫ってるのに置いていけるか。仕方ないじゃない。行って電気をつけてここへ戻ってきて、そしたら私も一緒に逃げられるから行って。なよ、もう苦しいとこだっけ、うん、パシリやで、お前すぐに戻ってくる。人とずに知らんかった。パシリやってんだ、あの姉ちゃんの。ゼニさんイコールパシリやってんだ。それこれか、下に降りるんじゃないけ。うん、次のチャプター。あれ、降りるんじゃなかったみたいな。あれを伝っていくみたいな。うん、え、そっちじゃないの？下じゃなくて上に行くの。そういうことみたい。下めっちゃ足場ちゃんとあんのに。こっちか。回る。で、横の何、チャプター変わった？変わったで18になりますよ。でも今回短いない？短いね。まあここクリアしたら。うん。でそれチェーンやろ。かうん、危ない危ない、ギリギリやん。思った威力がなかった。
で、それやろ。よいしょ。で、下かな。あれっぽいな。うん。行け。お。怖。で、またあの前の黄色いパイプじゃないの？ほら。ほんまや。で、そのままずっと道なりに行く感じやろ。動きへんねんけど。え？あ、こうか。ジャンプせなあかんに行く。ああ、節があるからじゃない。そうそう。いや、めっちゃ怖いねんけど。まあ、ポロとかいう可能性もあるからな。うん、危ない危ない。おっ、それ、向こうに飛ばな。穴があった、ね、正面に。まあ、その穴落ち何回すんのんよ。見えへんねんって。さっきもそうやったけど。で、奥に続いとうと。サリ、俺だ。落ちろ。呼んでも無駄だ。電波が来てないんじゃな。そうですね。そうですね。地下入っていってるからね。なんか変な銃があったぞ。これ敵が出てくるのかな。こっちは関係ないか。うん。このゲーム扉開けるとかっていうシステムあんまないからな。そうやな。うん。そっちでしょうね、反対側の。こっちはどうなるの？これ行き止まりだ。行き止まりでしょうね。で、ここが制御室かな。一体何があったんだ。だからウェンディゴみたいなのに襲われたやろ。そういうこと。ちょっと、いきなり何壊しょん。いや、壊せたみたい。で、進んで。これは敵が出てくるフラグですって。うん。うわ、マジか。ウェンディゴや。奥にもおる。動かへんな。まあまあ、ウェンディゴの対応俺慣れとうかな。そうやろな。プライム3000やったかな。うわ強っ。2発近づかれて殴られへんのこれ。いや、多分ウェンディゴは多分近づいたらもう無理やと思う。でもどんだけ遠距離で戦うかやな。まあ別に装甲がそんな硬い敵でもないけどな。うん、ゆっくり行った方がええんちゃうけ。近づかれてしばかれたらもう圧倒的に不利や。やっぱ地下ってウェンディゴって感じすんね。うん。来た。かじられるかじられる。あ、なんかこいつら落とさへんから弾が結構落ちとんか。そういうことですな。お宝。うん。久しぶりのお宝ですわ。とっとう余裕ないけどな。そっちしまっと。リロード。 OK。 行き止まり。あれ行けへんよ。どっかに曲がり道があったってことよ。どこ、こっちか。いや、しまっと。反対は？そっちじゃないの？そっちから来た？こっちから来た。こっちか。弾幕張るしかない。使い方が。回復した。OK。
そっちみたいね。弾ないか、弾ない。光ってないもん。奥にあるな。じゃあ行き止まり。ゆっくり進んだ方が。そうやな。急ぐと。ここが発電室だな。パッティングする。何かが触れるはず。くるくる回せと。え？Lをくるくる回せと。俺の回してたの逆回すけど。よかった。どうやってあそこ行く？そうだろ。19。はい。とりあえずここじゃ終われなさそうなんで、ゼメさんよろしく。はーい。えらく弾が落ちてるわけだ。そういうことですね。噛まれてる噛まれてる。大体どうなって終わりよ。いなくなったら終わりじゃないの。もうでも出てこねえみたいな。このブーブー言ってるとこ行ってみていいんじゃないの。どうするんだい。そこの扉から入れんじゃないの。あの赤く点灯してるとこ。ああ。じゃないけ。そうだと思われる。これは結局何なの。ウェンディゴでいいの。ウェンディゴでいいの。何もないぞ。登れないの。登れた。え、ね、あ、これか、これか。分かんない。また何かが開いた。ハンドが鳴ってるよ。ウィンウィンの日。団体さんの怖んない。うん、めっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる。水曜寄らないと来ねえじゃねえか。ほら手榴弾ぶち込んだな。いやいや、タイミングが分かる。かじられるかじられる。あ、もう3体来た。まだ生きてる。まだいる。まだいる。ゴミの山になってる。ああ。これ確かバイオ5の時でも言ったよね、私このセリフ。私の足元にゴミ散らかさないでとか。リロード。絶対いるんでしょ。ほら。1匹やな。やばいね、気付けてよ。こっちは1匹っぽいね。帰りだね。リロード。ガチャンと。またどこかが開くと。今度緑が開く。緑、音が止まった。音が止まったけど、その向こうにいるんじゃない。影がある。
またかじられてる。かじる。さすがにあんだけやったら少ないか。よっしゃ。そんなこともなかったみたい。リローディン。いいよ。あ、音なくなったわ。うん。出てきすぎでしょ。何十体殺しますし。いるいる、めっちゃ出てきてる、出てきてる。正面。これ一方通行のところでやるしかない。まあまあ、背後の安全は確保されてるからね。ヘッドショットマスター、嬉しくね。索敵したやつ全部やったっぽいね。緑ね。なんか緑のランプが上についてるとこ、こうそこだ。あと奥に。うん。後ろにいる。レローディン。いや、もう一個。出したら。お。食らった。これ無限脇じゃね？な。うん。まあ、早くその部屋離れた方がいいんじゃないけど。ほんまに無限脇っぽかった。うん。ですよね。よかった。本当に今日って日は面白くない一日だぜ。俺もそう思う。長い一日だよ。どうします、これ終わったら終わりですか。とりあえずこれ終わろうか、うん、何やった。そうか、あの化け物がドイツ人をらしいわ。うん、ウェンディゴにやられたってことね。ウェンディゴにや、どうにかしてここを出なきゃ。出て戻るのって話。さあ道なり。道なんてねえ。広いね。うん、一歩間違えたら無限脇ゾーンでしょ。あ、帰ってきたかな。なんかありそうじゃないけ。なあ、あら、あら、映像、映写機、映写機です。何これ、つウイルスにも感染したゾンビか。あ、ウェンディゴになっちゃった人。うん、なんか実験の写真とかあったね。そうやな。なんて書いてある、わかんない。終わりが近づいている。うん、悪魔が私に迫っている。エルドラドの財宝は呪われていたのだ。ある者が地獄の門を開け悪魔と化したんだ。へえ。こいつら部下は全員殺された。残るは私だけだ。もうこの島を出る船はない。呪われた町では私が破壊したのだ。あの悪魔をこの島から出してはならない。この最後の時、魂を神に委ねよう。へえ。この汚れた島をお救いください。核の炎で。フランシス・ドレイク。フランシス・ドレイク、さっきのあのおっさんじゃん。なんてことだ。お宝見つけたけど。またバトル？ウェンディゴさんですね。逃げ場がないっぽいね。上から降ってくる。うわ、強いね。強い。2発、1発もらったらほんまやばい。足元にいるね。今回一本道がないからね。うん、
どっから出てきてんだよ、ウェンディゴ。ちくしょう。なんか逃げるんかな。逃げれるの？逃げれない。あ、そっちだ。あ、一本道だ。ここで勝負をつけるしかないね。オーケー。一本道じゃそんな困んない。そうそうそう。ちょっと弾取ってくるわ。この部屋外れってこと？いや、待ってそう。ストーリー進行上はそうなんだろうけど。いやー、なんかガタってわしが当たったみたい。何それ。緑の光、安心できないなあ。行き止まりかみたいね。こっちもわかんな。とりあえず戻らなあかんもんな、あの女のところに。もうとりあえずね。ん？あ、こっちから来たのか。うん。緑のライトの方に行ってみましょう。何の安心感もないけどね。ここ来たな、行き止まりの。うん。で、そこ入ったんじゃないの？そうそう。ってことは、あの部屋から戻らなあかんねんな。どうやって戻るか知らんねんけど。なんか上とかあるんじゃないけ？ヒント出た。お？上。これ？違うでしょ。このパイプの上に行きたいという感じじゃないんでしょうかね。登れない。何かがあるんでしょう。まあ、部屋広いからゆっくり見てみるのがいいんじゃないけ。なんか壊してるだけだよあなた。え、捕まれない。ガチャコンでその上のパイプっぽいのが怪しい感じだね。この赤いやつ。いや、撃っても何でもなんないでしょう。当たり判定はあるみたいだけど、なんとかして上に登れねえかなっていう感じでしょ。開けれるじゃん普通に。ドアでした。開いたわ。何だったの。パイプじゃなくてドアを探せってことだね。え、それ閉めたドアじゃなかったのかな。やっちゃうわ。なんか緑のライトが正解なの？さあね。お、こっから来たんかな。船。あ、あれ、エリーナどこ行った。出て行ってんじゃないの。扉が開いてるってことは。まだ。あいつ怪しくね。怪しいな。あれ、あ、捕まったんかみたいね。私の声が聞こえるかね。私の声が聞こえるかね。よく聞こえるよ、クソ野郎。おっと、そっちにマイクはないようだな。残念だ。ふっ、ミコ、早く逃げて。エルナ、手を離せ。ナバロ君、小娘一人の扱い方も知らんのかね。申し訳ありません。次はやります。邪魔が入って失礼した。君には感謝している。ありがとう。エルドラドに連れてきてくれて。ああ、なるほど。ウェンディゴのとこ行ってこい。ああ、君と君の連れが万が一変なことをしでかさないようにフィッシャーさんをもう少しお借りするが、もちろん構わないだろう。ご機嫌よ、ネイト。あえて光栄だったよ。
なんであいつらウェンディゴに遭遇しないの。勝ったつもりかクソ。勝負はまだだ。どうや？来た。これか。そっち。いや、人間の方がいい、人間の方が。一発で死なないからね。まあ、出口さえ分かったら、そこしゃがんで待ってりゃいいだけだけどね。進めってこと？さっきの60発は違う。そこに置き換えたんじゃない？こっちの方がいいね。さあ人間とのバトルだ。何なんだろうね、今回長いね。長いね。もうチャプターが終わりにくいんだよね。上にも出てきた。おう、なんであいつら襲われないの。何、ウェンディゴも強いものには巻かれる習性があるのみたい。奥行っていったね。奥行きましたか。何で書いたの。いや、弾がもうなくなるし、こいつら落とす。うん、どこまでも弾多いよ。お、襲われてる。ウェンディゴにやっぱそらそう。ウェンディゴに行かれてる。こいつ、こいつの方が注意だなあ。お、近づいてる。あの雑魚に食らっても大してダメージないけど、ウェンディゴに行かれるともろに死ぬ。そうやだ。それ防弾とかじゃないの。どうでもない。向こう当たってる。じゃなくて向こうも撃てへんからガラさん。当たってねえ。集団性が悪い。あ、じゃあマシンガンってそんなもんでしょ。いた？いったな。死にしても弾ねえよ。もう生きてる。まだ窓降りや。狙えない。ウェンディゴいる。ウェンディゴ。うん。お前この子。このダメージ量ウェンディゴだ。危ない。ちょっと回復しててよかった。ちょっとゆっくり回復しよう。ここは。ここは回復しよう。21発。無視する方がいいんじゃない、あれ。死んだ。下のウェンディゴ。ウェンディゴの方が何とかしたい。やれよ。やれってる。正面正面正面。もう危ねえ。ウェンディゴ、もうウェンディゴ、ウェンディゴ見えないんだよね。そうそうそう、急に出てくるしな。ね、打点が低いんだよね。そうそう、ここではないのかな。でもウェンディゴの声がする。奥か。向こうでやり合ってない。あ、階段ある。うん、気をつけてよ。来るよ。まあ、ウェンディゴンに任すっていうのが一つの方法だったけどね。適当にやり合わせて。そうそうそう。はい、お疲れ様。頑張って戦ったと思うよ、この人。スナイパーだよ。あ、そういうことみたいね。
どっちを応援するべきだかなんだね、うん、ウェンディゴの応援する方がいいのか、ただウェンディゴの声がする飛ばしておるよ、うん、ったらウェンディゴね狙らしてたらいいんじゃないの、ウェンディゴと、そしたら勝手にウェインのこと戦ってるでしょ、戦ってる、こっちを狙うんじゃない、もう三者乱戦だよこんなのな、ウェインが来た、かじられてる、かじかじするんじゃない、ウェンディゴと敵とお互いに乱戦だよ、あとウェンディゴか人気になって、あとはどうでいいのか、ウェンディゴ、ウェンディゴいる、まだまだいる、あの奥の一匹だけ、こっちだけ撃ってる、やべ、多分ウェンディゴでやる、うわっ正面ウェンディゴ、正面ウェンディゴ、そっちの方が大事、ザコヒを大したことないの、ウェンディゴが強い、だから狙ってる、セロ、ウェンディゴがやばい、狙われてる、狙われてるし奥にウェンディゴがいる、あ、ここから狙ってる、そいつより奥にウェンディゴがいるよ、ほらしゃがんで、しゃがんで、しゃがんで、あっこから出てきてる、ウェンディゴ、うん、でも麦わきでしょ、多分ウェンディゴ、だからな、もう多分狙ってくるやつなんか大したことないから、あとでいいんだと思うんだ、まずウェインディゴだ、よっしゃ、俺に弾をよこせ、とりあえずね、そのためのライフルなんでしょ、それあるわ、無理しない、うん、向こうの方が早かったね、行くぜ、どこ、あいつか、うん、死んだ、オッケー、やるやろ、俺もスナイパーだよ、いや判断が遅い、判断が遅いって言われてしまった、うん、鱗崎さんにって言われてるで、俺鱗崎さんとか知り合いじゃないか、大丈夫、え、ああ、ゼニムザン様と知り合いもんな、そうそう、俺そっち側やから、俺だって下限の5、じゃあ上限の5ぐらいよ上限の5ではない、下限の5か、うん、下限の何5か4か3かの、そうそう、あの逃げないとって言ったやつが一番好きやから、うん、あ、まあここら辺で今日終わっときますか、地上出だし20、ああ20、だから多分次がラストチャプターぐらいな感じがすんねですな、はい、ということでね、今回いかがだったでしょうか、ゼニさん。いやもう新しい敵、え、ウンディゴ、ウェンディゴ、ウェンディゴか、ウェンディゴ、ウンディゴは、ウンディゴ違う、なんかウンディバイ、ウンデスとあんなの、ま、混じってるよ、あ、そう、ウェンディゴかなんか知らんけど、ウンデスとウェンディゴが混じってるわ、うん、ウェンディゴはあのアンティルドーンに出てくるね、あの怪物、なんだろう、ゾンビまがいな生き物ですわ、うん、いやまさかこういうのが出てくると思わんかった、人対人やと思ったら化け物対人、しかも三つどもえっていう、俺一人やぞと何これ結局何のゲームなの、いやお宝を探して多分呪われた、そうウイルスとかで呪われた人なのよ、あれ、あ、あれもしかして始祖、始祖、始祖いっちゃってる、ここに始祖ウイルスがあって感染しちゃったら、あんな風に、あ、あの鼻食べちゃった、食べちゃいました、お腹減った、お腹空いてて、そうお腹空いたな、もう食料もないしどうしよっか、あ、鼻ある、これ食えそうじゃない、バリ、うわー、あー、なるほど、っていう能力を身にできなかったんだね、そう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 、なるほど、英雄にはなれなかった、そういうことです、なるほど、始祖ウイルスか、
だと思うな。じゃあ、あのウェンディゴがいたあのアンティルドのあの山荘にも生えてたってこと、うん、あった、あのシソウイルスの親戚みたいなのも生えてて、生えてた、この花綺麗とか思ったら、うおーと、生えちゃってた、そういうことです。なるほど、はい、いやー大変だ。いや、そういう考察をしてみました。結果バイオにつながるっていう、そういうことで、俺らどんだけバイオ好きなのっていう、もう感染してるからね、こっちも。そうだね、言うと、はい、あとね、まああと割とまた今回も死んだね、うん、あのウェンディが出たあたりから死ぬ頻度が半端じゃねえ。自発で死ぬねんだよ、強えねえ。ということでね、まあ、皆さんね、これからこのゲームやろうと思う方、はいはい、あのウェンディオには気をつけてください。はい、お気をつけください、本当に。あの普通の人と人の戦闘よりも圧倒的にダメージ力が大きい。おい、お前、銃弾なんてカスみたいなもんやで、ダメージ。ワンチャン、多分ライフルをあの食らうぐらいの感覚でダメージ受ける。はい、そうそうそう。で、ひるんでるところで、あの2匹いたら、もう1匹が近距離攻撃してくるっていう。そう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 。あの噛みつくはなんとかなる。うん、あれはあの可愛らしい、もうじゃれてるようなもんやから、うん、俺もうムツゴロウさんの気分、うん、よし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 はいって、うん、ただあの月みたいなあの攻撃、うん、一つっていうのシャーってあの切り裂きもな、うん、あいつはリッカーみたいなもんですよ、リッカー。ああ、リッカー、うん、リッカー、お友達じゃん。そうよ、だから俺に集まってくんだよ。ああ、なるほど、リッカーバイフレンズ。ああ、なるほどね、絶好も解けたのね。そう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 、なるほど、仲直りしよう仲直りしようとか言ってこうじゃれてくるから、あ、向こうはじゃれてるつもりね。そうそうそう、ただこっちにすると大ダメージ、ね、大ダメージ食らってるから、筋肉量が違うから。そうそうそう、なるほど、大変ですよ。やめろって言ってんのにこんなことになっちゃうんだよね、ほんま。で、あとあなた穴に落ちすぎ、下見えてない。暗いねってあのステージで、あいつの近く寄ろうと思ったら穴がね、シューンちょろっとしたの穴に、シューッと落ちていくからだ。まあね、シュートですわ。まあその辺はギュッとなって見てる方は何言ってんだか分かんないんでしょうけども、はい、想像してください。だ、ね、またあのダイジェストでもやっといてください。俺が死ぬ、いや、うめ、クソーって言われる。オフショットで、ね、オフショットで、ね、まあまあその辺はね、今回のダイジェスト集って。ほんと死なない時がない限りオフショットなくならないっていうね。そういうことです。まあその辺は検討してみましょう。はい、ということでね、今回の動画少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。あとですね、ゼニーがもう一タイトルやっております、バイオハザード RE3、 はい、シーズン3、シーズン3、はい、まあこちらの方もね、この動画が上がってくる頃にはまあまあもうほぼエンディングですよ。はい、まあバランス見ながら出すんでね、うん、多分あのまだ終わってないでしょうけど、はい、まあもう、まあ、もうほぼほぼエンディングですわ。終わりですね。はい、そんなに難しくないんでね。うん、で、あとですね、私の方がやっております、ファイナルファンタジー7リメイク、並びに、ドラゴンボール Z カカロット。あとね、姉さんの方がやっております、ワンピース海賊無双4。はい、こちらの方もね、ストーリー編の方はね、そろそろ終わりが見えてきたっていうところなんでね。もう終わりですか、あの、カイドウとか戦うの。和の国編行ってますんでね。もう終わりですよ。もう終わりですか。まあまあ、その後ね、まだいろいろ他にもあるんでね、はい、他のモードもやっていきたいなと思っております。で、俺がやりたいなと思ってる、無双オロチ2もよろしくお願いします。そっちはね、だから、とりあえずまずバイオ終わらせてから言えって話です、うん。あと企画書持ってこいって話です。言ったやろ、やるって。だから、もうガラシャ縛りでやるって、ガラシャと、ガラシャだけでお前、ただ勝つを使いませんって。だから、それは企画書を持ってきてもらって、それ見て、よかったら採用するし、悪かったら、いや絶対採用してくれ、もうお前。変更。お前採用してくれ。俺の権限で採用するから。だから言ったじゃん。あの、オロチ、あの、3はもうしないから。3じゃない無双系に行く可能性があるね。そこは、まあ、そこはしゃあないと思って。うん、でも、まあ、無双系はやらせてあげようかなと。うん、もうね、時間もこれ、結構で、ね、今回3チャプターぐらいやってたんで、2かな。まあでもただ動画上はね、うん、ギュッてなってるんで大したことないんですよ。まあそろそろ録画切れるんで、そろそろ始めましょうか。と、はい、いうことでね、はい、今回この辺でね、はい、終わりたいと思います。 あとその前に、はい、あれだよ、ライブもねやってるんで、ぜひぜひよろしくお願いします。あ、どうぞ。不定期なのでね、はい、不定期なんで、できたらね、あの登録ボタンの、あのベルの、いや、ベルが鳴ってるよみたいなマークにね、はい、しといてもらえると、あの僕らがやりだしたら通知いくんで、はい、ぜひぜひそちらの方ね、はい、よろしくお願いします。見てください。ということでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。続く。